式の後を教室に一人残る君が声をかけてくれるのを期待して一人よがりの妄想で快適な幻想に溺れていた君も同じ気持ちなんだよ。だけ変わってしまってた交換器ようとしたけど隣の男を見て振ろうとし腕を引っ込めるハッピーエンドの二次元アニメの勇気のある主人公信じて